大谷翔平がエドガー・マルティネス賞を受賞3年連続はデイビッド・オルティスに次いで史上2人目 2> 日本時間12月1日最も活躍した指名打者に贈られるエドガー・マルティネス賞最優秀指名打者の受賞者が発表され大谷翔平選手が2021年2022年に続いて3年連続の受賞となった3年以上連続で受賞したのは殿堂入りの名打者デイビッド・オルティス。 2003年から5年連続に次いで史上2人目3度以上受賞したのはオルティス8度エドガー・マルティネス5度ハル・マクレー、3度に次いで史上4人目となった今期の大谷は打者として135試合に出場し打率3割4人、44本塁打95打点20盗塁 OPS1.066 を記録。 アメリカンリーグ最多の44本塁打を放ち、アジア人選手として初めて本塁打王のタイトルを獲得したほか、出塁率4割1分2厘、長打率6割5分4厘、OPS、塁打325もリーグトップだった。エドガー・マルティネス賞の投票で2位になったのは、マーセル・オズナ、ブレーブス。今季は144試合に出場し、打率2割7分4厘、40本塁打、 100打点 OPS904 をマークした MLB 公式サイトのマーク・フェインサンド記者によるとヨーダン・アルバレスアストロズブライス・ハーパーフィリーズ JD マルティネス今季ドジャース現在は FA にも票が入ったというメジャーでは1973年にア・リーグで指名打者制が採用されこの年から最優秀指名打者の表彰もスタートこの賞を5度受賞するなど 史上最高の指名打者と呼ばれたマルティネスの活躍を称えマルティネスの現役最後のシーズンとなった2004年にエドガー・マルティネス賞の名前が付けられた。